こんにちは。今回はユーザーさんからのリクエストに応じまして、インスタグラムのプロフィールに YouTube の URL を、ね、表示する方法についてお話をしていきたいと思います。じゃあね、まずね、その YouTube の URL をコピーする必要があります。パソコンだったら、ブラウザの上の方に、アドレスが表示されますよね。でも YouTube アプリでは、それ表示できないんですよ。じゃあどうするのかということなんですが、まず YouTube アプリを起動します。そして右上の丸いアイコンタップします。で、自分のチャンネルタップします。はい、自分のチャンネルが表示されます。そしてね、右上に、白い丸が3つ並んでいるボタンがあります。オプションボタンと言いますが、そこをタップします。はい、そうしますと共有というね、項目がありますんで、共有タップします。はい、そうしますといろんな共有の方法がありますよね。ここは単純に、チャンネルの URL をコピーするんで、一番最初にありますコピー、ここをタップします。はい、そうしますと、貼り付けましたって出ましたね。はい、これで OK です。で、今度はインスタグラムを表示します。インスタグラム OK。 はい、それで自分のページ開きましょう。はい、そうしますとね、丸いアイコンがあって、大谷のりふみ名前があって、どうぞよろしくお願いしますっていうところに、YouTube のね URL を、挿入したいと思います。はい、プロフィールを編集タップします。はい、そうしますと上から3番目、ウェブサイトがありますんで、このウェブサイト長押しします。そうしますと貼り付けって出ますんで、貼り付けをタップします。はい、そうしますとほら https://youtube.com /c/cybernorie というね、自分の YouTube の URL が表示されております。これで OK であればね、右上のブルーのチェックボタンをタップするんですけれど、これね、 YouTube 以外のブログとか多分 Twitter とか他のウェブサイトも同じようにして、ここにね貼り付けることができるんではないかなと思います。今回はね YouTube に限定してお話をしてます。はい、右チェックボタンタップします。はい、これで確認しましょう。はい、丸いアイコンがあって、名前があって、どうぞよろしくお願いしますの下に youtube.com/c/cybernorie たるんで、ここ小さいんですけどタップしましょう。 YouTube が開けば OK です。あ、 YouTube 開きました。はい、 OK でございます。このようにしてね、なかなかね YouTube のアプリから自分のチャンネルの URL をねコピーするってことがなかなかね、どこで行えばいいのかっていうのが難しい場合がありますけれど、そういう時にはね、右上の、縦に丸が3つ並んだオプションボタンで共有、そしてコピーを選んで、コピーするということで、やっていけると思いますんで、ぜひね試してみてください。はい、ということで今回はこの件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。あと、メンバーシップへの登録もよろしくお願い申し上げます。